オフサイド、サッカーにおけるオフサイド、オフサイドは攻撃側のポジションに関する反則、及びそれを定めたルールである。サッカー競技規則の第11条、オフサイドによって規定されている。オフサイドが成立する前提として、攻撃側選手がオフサイドポジションにいることが求められる。オフサイドポジションとは以下の条件を全て満たした位置のことを指す。なお、 上記項目に関しては、大抵一番後ろにいる選手はゴールキーパーであるため、以下のように言い換えれば、より理解しやすくなる。ただし、ゴールキーパーが、味方選手より前に位置するときには、この言い換えは成り立たない。原則として、オフサイドポジションにいること自体は反則とはならない。攻撃側選手は、オフサイドポジションにいることに加え、味方からパスが出され、 ボールに触れることで初めてオフイードとなる。ただし、以下の場合はボールに触れていなくてもオフサイドの反則を取られる。オフサイドポジションにいる選手にボールをパスしても、以下のボールを直接受けた場合は反則にならない。また、クリアミスやパスカット、パスミスなど、守備側の選手が一度でも触ったボール、ただしキーパーが引いたり、 こぼしたりなどのしっかり補給できなかったボールは除くを、オフイードポジションにいる選手が奪って、シュートを決めてもオフサイドにはならない。競技規則上、オフサイドを含む全ての反則の判定は主審に委ねられているが、実際の試合において、主審の判断は副審によるところも大きい。副審は、オフサイドの反則が起きたと判断した場合、主審に合図をすることが任務の一つとされている。 そのため副診は、タッチラインに沿って、上記のオフサイドポジションの境界線、オサイドライン、通常は最終ディフェンスラインを追いかけ、常に、主審よりも、オフサイドか否かを判定しやすい位置を保つ。そして、オフサイドがあったと判断した場合、その場で静止し、必ず右手で旗を真上に上げて合図する。主審が笛を吹き、オフサイドの判定を下したら、フィールド上のどの位置で、 オフサイドがあったかを旗で示す。ただし、副審がオフサイドがあったと主審に合図した場合でも、上記のオフサイドの成立条件を満たしていないと、主審が判断した場合、守備側が速攻に転じた場合は、本来、関節フリーキックが与えられるが、プレーを止めると不利益になるため、オフサイドの反則は取られず、そのため、副審が旗を上げて合図した場合でも、 プレーが続行することもしばしばある。そのような場合、主審は競技者と副審に対し、競技続行、プレイ音を示すジェスチャーを送ることが多く、副審は、主審の判定なくして旗を下ろしてはならないので、主審は副審に旗を下ろすように合図する必要がある。また、主審が、オフサイドの反則と判断した場合は、副審の旗を待たず笛を吹くこともある。 オフサイドの反則があった場合、主審は反則となった、オフサイドポジションの選手がいた位置から行う関節、フリーキックを相手チームに与える。19世紀のイングランドにおいて、スポーツとしてのフットボールが誕生するが、当時のフットボールは、スポーツチームの基礎単位だったパブリックスクールごとに、まちまちのルールでやれていた。こうした事態を解消するために、 1863年に、フットボールのルールの統一を目指して、ロンドンで会議が開かれた。しかし、手を使うことを認めない、ルールの採用を求めるイートン校と手を使うことを認めるルールの採用を主張するラグビー校との間で、その対立が解消されず、イートン校を中心とした手を使うことを認めない、ルールの採用を求めたパブリックスクールので、フットボールアソシエーションが設立され、 彼らは1848年に制定されたケンブリッジルールというルールをもとにフットボールアソシエーション式のルールを制定した。これがサッカーの誕生である。この時に制定されたルールとラグビーコーラ、手を使うことを認めるようにと主張したグループのルールで相違する点は手を使ってボールを運ぶことをめぐる是非のみであり、それ以外のルールに関してはほとんど同じだった。 この時制定されたルールに含まれる、後のオフサイドに相当するルールは、最初のロース・オブ・ザ・ゲーム第6条に規定されており、その内容は、ボールより前にいる選手は、アウト・オブ・プー、アウト・オブ・プレーとし、プレーに関与することはできないと定めていた。すなわちこの規定は、ボールより前にいる選手に対して、パスを送ってはならないとするものであり、現在のラグビーのオフサイドとほぼ同一のルールとなっている。 ボールより前にいる選手をすべてアウトオブプレーとする。この規定は、当時のサッカーの戦術を、現在のラグビーとほぼ変わらないものにした。敵味方15人ずつの選手で、オフェンス、攻撃ラインとディフェンス、守備ラインを形成し、攻撃側の15人が試みる突破を、守備側の15人が防ぐ、というのが、現在のラグビーの基本的な展開であるが、 誕生したばかりのサッカーもこれと同じような光景が繰り広げられていた。10人で攻め10人で守るのが一般的だった当時のフォーメーションを現在の言葉で表すと0から0から10というシステムで選手たちのポジションは総じてフォワードであり、フォワードとゴールキーパーのみでサッカーをしていたのがこの時代の実態である。 アウトオブプレイに関する規定はこれから3年後の1866年に大幅に見直され、ボールより前にいる選手に対してパスを出しても良いことになった。ただし、ゴールラインとボールの間にはゴールキーパーを含めて相手選手が3人いなければならないとし、これ以下の人数の場合にオフサイドの反則が取られることになった。これを3人制オフサイドという。 ボールを前に出しても良いとする規定は、同一のフットボールを起源とするラグビーとの間に大きな差異を生み出し、サッカーというスポーツの展開を決定づけた。ポジションにおいては、10人で攻撃と守備を行う、携帯から、バックス、現在でいうディフェンスという守備を専門的に行う、プレイヤーが誕生した。システムは2から0から8とそれでも、前がかりながら、全体的に選手が、 フィールド上に分散するという考え方が生まれた。1925年にサイドオフサイドに関する規定の見直しが行われ、これまでゴールラインとボールにいなければならない相手の人数をゴールキーパーを含めて3から2に減らした。大抵の場合、一番後ろにいるのはゴールキーパーなので、このゴールキーパーを除いてゴールラインに最も近い位置にいる相手選手の位置より、 後ろがオフサイドポジョンとなるルールとなった。これが現在のサッカーにおけるオフサイドのルールである。オフサイドルール廃止を訴えるフットボール関係者は時に存在する。マルコ・ファン・バステンは監督業引退後にオランダのフットボールインターナショナル誌のコラムでフットボールがより魅力的なものになるとオフサイド廃止論を展開。フィファチーフ・オフィサー・フォーテクニカルデベロップメントに 就任した後も、ドイツのビルト紙のインタビューで、ルール改革についてのアディアをお聞かれた際に、オフサイドルールは廃止しても良いと思う。オフサイドルールがないフットボールが、どのようなものになるか知りたいとコメントし、大きな話題を呼んだ。本人は、私は厳格なオフサイド廃止論者ではない。オフサイドルールが絶対に必要か疑問に持っており、ない方が、 魅力的なものになりうるウルと考えているだけ取っている。オフサイドルールがなければ、ロングボールばかりになるとの批判に対して、ファンバステンは、オフサイドがなくても、前線の FW は、せいぜい15メートル奥に行ける程度。プレッシャーの中でボールを良いポジションに送るのは、とてつもなく難しいし、ペナルティエリア内からボールを、反対側のペナルティエリア内に行けるのは、実際不可能と言っても良いとメントしている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。